こんにちは、今日はここでワカサギを釣ろうと思います。行くぜー。今、ソリを引っ張って歩いてます。よし、よしと、この辺でやってみます。よし、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 ここに穴を掘ろうと思います。行くぜー。餌、サバムシです。紅刺し、よし、よし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 。で、こんな感じでテントにね入りながら皆さんねワカサギ釣りしてるんですけど、たまたま今ねこのテントをしてない方を取材してたら、なんと知り合いだったんです。はい。すごい。でも本当こんなたくさん、これ結構いますよね人。うん、いるね。100人以上いますよね。うん、その中で知り合いに会えるってすごくないですか。しかもこんなところで。そう。うん、この時間に来なかったらもう帰ってる可能性もありますもんね。うん、どこですか。ここは青森県三沢市にあります小川原湖っていう湖の隣の姉沼っていうところですね。姉沼で
つも毎年ですね、このようにワカサギ釣りを皆さん楽しまれているんですね。そしてこういう風にね、三沢マンさんはね、ちゃんとここに生けすみたいの作ってですね素晴らしいですよね。レポーターだなって笑ってるちょっと真似っこしてみました、うん、すごい。よし、飯を作るぜ。今回用意した食材はこちらです。デキ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 デーン、ちゃんこ鍋、いくぜこの鍋のタレピエーっとかけて、よーしと。もしかしてお、いた。3匹目。よし、よし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 、来た。あ、ちょ。おー、すごい。食える。よし、いただきます。よし、
今日はまだあるぜ。このワカサギを使って、調理をしようと思います。行くぜ。まな板がないのでこの上で切りたいと思います。おお、すごい。よし。この中にワカサギを入れていきます。いくぜ。えい。卵。卵がポトンって。ポトンって。よし。はい、味見します。醤油。醤油クビーっとか。
限り。よしと。よし。卵が入るからもう一個えいちょいくピエーっとかけてよしと。オッケーで、ネギはい。よし、行くぜ。卵コピーっとかけて。よしと。よし。で、火が弱いので、もう一回蓋します。そろそろできる頃なので今日はノンアル。ほっ、うまいぜ。よし、いいかな。そろそろ見てみます。よっ、おお、じゃじゃーん。できた。で、火を止めます。よし、これにででーん、粉山椒です。山椒、よし、オッケー。いただきます。わかか。うん。うまいぜ。うまい。めめ、うまいぜ。
よっしゃ食ったぜ、おしまい。